気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2024年3月に一部仕様を変更したスズキスーパーキャリーです。スーパーキャリーは軽トラックのキャリーに対してキャビンが後方へ460ミリ拡大、全高が120ミリ高いラージキャブを採用した派生モデルです。 今回の一部使用変更では、安全性能や快適装備の充実のほか、車体色にデニムブルーが追加されました。検証するグレードは、特別使用車の XLimited、マニュアル車の4駆モデル、658cc 直列3気筒、DOHC ガソリンエンジンに5速マニュアルトランスミッションを組み合わせ、ハイ、ロー、 切り替え式のパートタイム四駆システムを搭載しています。車両本体価格は166万6500円。ボディカラーはモスグレーメタリック。それではスーパーキャリーを見てみましょう。<ッ>まずはボディ仮面から見てみましょう。 乗用車とは違い、太くて頑丈なラダーフレームがボディを支えています。荷台はボルト止めの分離できる構造になっており、荷台の補修や交換が可能です。足回りには、フロントはマクファーソンストラット、リアはリーフスプリングを採用しています。 グレー基調のシンプルで実用的なインテリアです助手席側の視覚を減らすサイドアンダーミラーを装着しています後方視界は良好です 小型のペダル類を装着しています。 大型のスピードメーターを前面に配置しています視界を遮るボンネットがなくまた視点が高いため見晴らし良好ですそれではシフトレバー周りから見てみましょう全身ギアは5足ですリバースは右手前です パーキングブレーキはレバー式です。グレード別装備の 4WD 切り替えレバーです。通常走行は2区の位置にします。レバーを手前に引けば4区のハイレンジに切り替わります。ボタンを押しながらさらに手前に引けば4区のローレンジに切り替わります。 肉に戻すときはボタンを押さずに操作します。センターパネルにデフロックスイッチを装備しています。グレー基調のシンプルなドアパッドです。 パワーウィンドウのロックスイッチですパワーウィンドウは運転席のみ自動全開閉ができますドアのロックとアンロックドアポケットを装備しています 運転席は前後スライドできます。さらにスーパーキャリーはリクライニングも可能です。最大40度までリクライニングできるので、体型に合わせたシートポジションに調節できます。運転席を持ち上げてエンジンルームを確認しましょう。 シートを一番後ろまでスライドし、背もたれを前方へ倒します。シートライザーカーペットをめくり、2箇所あるロックを外します。シートの前側を持ち上げます。ステアリングに当たらないように、 シートを一番前までスライドさせれば最大まで持ち上げられます。バックパネルにシート固定ベルトを装着しています。ベルトの輪の部分をシート外側の爪に引っ掛けてシートを固定します。運転席を持ち上げればウィンドウウォッシャー液を補充できます。 運転席のシートバッグにポケットがあります。ラージキャブを採用したスーパーキャリーは広大なシートバッグスペースを確保しています。ユーティリティナットを装備し、ナットを活用してオプションのラゲッジバーやフックなどを取り付けられます。右側にポケットがあります。 左側のユーティリティナットです。左側に車載ジャッキを搭載しています。工具はバックパネルの内側に搭載しています。 インスト上部にスピーカーがあります運転席のカップホルダーですその下にポケットがあります右側のレバーが方向指示とランプスイッチです 下に操作して消灯しても手を離すと自動でオートの位置に戻ります。上に操作すると手動でヘッドランプを点灯できます。センターパネルの構軸調整ダイヤルでヘッドランプの構軸を上下に調整できます。フロントフォグランプスイッチです。 左側のレバーがワイパースイッチですトリップメーターの切り替え長押しでリセットできますメーターの左側にペンホルダーとポケットがあります スマートフォンとの連携機能を備えたナビをオプション装着していますメニュー画面オーディオ画面画面に触れて選曲します ボタンででも選曲できます。ボリューム調節地図画面お気に入り画面ディスクの挿入と取り出し。 ハザードスイッチです空調の風量調節、温度調節、吹き出し口の切り替え、フロントデフロスター。 外気導入、内気循環、エアコンスイッチ空調のオフになります長押しすると ESP をオフにできます。 長押しすると、車線逸脱警報をオフにできます。長押しすると、デュアルカメラブレークサポートをオフにできます。スーパーキャリーはフロントガラス上部に装着したステレオカメラと、 リアバンパーに装着した超音波センサーで歩行者や障害物などを認識します。アクセサリーソケットです。センターパネルの下に大型のポケットとカードケースがあり ETC の車載機を装着しています。 さらにトレーと横並びのカップホルダーがあります。運転席の天井にアシストグリップはありません。サンバイザーにはチケットホルダーと鏡があります。ヘッドライニングはスーパーキャリー用の成形品を使用しています。 前寄りの天井には A4 ファイル2冊とボックスティッシュが収納できるオーバーヘッドシェルフを装備しています荷台右側を見てみましょうサイドゲート上部に ロープフックが3個あります。足をかけるステップと、映像では見えませんが、フックを装備しています。後方にかけて、ロープフックが2個あります。あまり知られていませんが、こちらがリアフェンダーです。給油口はボディの右側にあります。キーを差し込み、 左に回してロックを解除してから、キャップを左に回して外します。レギュラー仕様でタンク容量は34リッターです。前後のロックハンドルを起こして、ロックを外せば、サイドゲートを展開できます。バンパーラバーが2箇所あり、 ボディとの干渉を防いでいます。ラージキャブを搭載しても、2台フロア長1975ミリを確保しています。先端の積載方法を工夫すれば、標準ボディと大差なく積載できると思います。アングルポストは、キャビンのバックパネルにボルトで止まっています。右側コーナー部にリングと、 アングルポストフックを2個装備しています。左側コーナー部にもリングとアングルポストフックを2個装備しています上部のプロテクターはグレード別装備です LED 作業灯もグレード別装備です 荷台後ろ側を見てみましょうリアゲート上部にロープフックが3個あります荷台フレームの下側にロープフックが2個あります荷台の下に燃料タンクその下にスペアタイヤを搭載しています ロックハンドルを起こしてロックを外せば、レアゲートを展開できます。2台左側を見てみましょう。サイドゲート上部にロープフックが3個あります。2台フレーム下側にロープフックが2個と、シート掛けなどを使うフックを装備しています。バッテリーを搭載しています。 ロックハンドルを起こしてロックを外せばサイドゲートを展開できます。3方向から荷物の出し入れができます。 リアゲート両端にあるチェーンをサイドゲートにかけると、リアゲートを半分まで開けて固定できます。 インスト上部にスピーカーがあります助手席にもエアバッグがつきます大型のトレーがありますグローブボックスです。 通信用 USB ソケットをオプション装着しています。助手席のサンバイザーです。前よりの天井にはオーバーヘッドシェルフを装備しています。 ドアポケットです助手席も前後スライドできますリクライニングも可能です助手席を持ち上げてエンジンルームを確認しましょう シートを一番前までスライドさせながら持ち上げれば最大まで持ち上げられますベルトの輪の部分をシート外側の爪に引っ掛けてシートを固定します助手席を持ち上げればエンジンオイルとラジエーター冷却水を補充できます 背もたれを前方へ倒せば、シートバックをテーブルとして活用できます。今回、スーパーキャリーを見てきましたが、どこでも行ける最強の遊び車、といった印象を受けました。コンパクトなボディに、ラージ SUV 顔負けの積載性を備えた、ローハイ切り替え機構付きの本格オフロード四駆。 リクライニングできるたっぷりとしたシートにひとたび腰を下ろせばワクワクが止まらないこと間違いなしです。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。